アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカにある2年生の公立大学。1929年創立。1929年、アメリカ合衆国西部の温暖なリゾート地であるカリフォルニア州サンタモニカにジュニアカレッジとして創設され、サンタモニカカレッジに改名して、以降も含めれば公立大学として一世紀近い歴史を持っている。その間に、 数多くの出身者を送り出し、現在でも3万名以上の学生が在学している。カリフォルニア州の2年生公立大学の中でも高いレベルを持ち、卒業後にカリフォルニア大学ロサンゼルス校に編入して、学業を続ける者も,も多く、UCLA 編入試験の合格率は、州内で最上位である。同様に、 南カリフォルニア大学、ロヨラメリーマウント大学に編入する者も,も多い。古くは、俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーがオーストリアから、移住後にサンタモニカカレッジで学び、卒業後に、ウィスコンシン大学へ編入している。2005年、カレッジの式典に、カリフォルニア州知事となっていたシュワルツェネッガーが招かれ、後輩である、在学生たちを激励する演説を行っている。 4年生大学への編入を主目的としない学生に対しても様々な専門的な職業教育や資格取得が施され、州内の労働力向上に貢献している。学校内でのカリキュラムとしては芸術分野が広く知られており、演劇、映画、コンピュータグラフィックス、音楽などの専攻に応じたキャンパスを市内に複数保有している。 成績優秀者を対象とした特別専攻過程も用意され、アニメーションやデザインの教育課程も設置されている。他に、カリフォルニア州の公共ラジオ局で、ロサンゼルス軍とオレンジ軍を中心に45万人の視聴者を持っている、KCRW の運営母体でもあり、その環境を活かして、メディア分野の専攻教育にも力を入れている。 メディア専攻の学生によって発行される、ザ・コルセアは創立直後の1929年から発行され、数多くの賞を獲得している。学生スポーツも盛んで、専用の陸上競技場コルセアフィールドは、ロサンゼルス五輪のマラソン競技でのスタート地点となった。2013年6月7日、サンタモニカ市内に住む男が保有していた。 自動小銃の AR-15 を使って、父親と兄弟を自宅で射殺し、自宅を放火する事件が発生した。さらに、犯人の男は、主街地で AR-15 とレミントニエム1858、式拳銃を乱射して、無差別に市民を殺害する強行に及び、その過程で、サンタモニカカレッジのキャンパス内に侵入、図書館外にいた。 女性一名を射殺した。犯人はそのまま大学内に立てこもり、カリフォルニアハイウェイパトロールなどが出動して、キャンパスを包囲し、最終的に犯人は射殺された。犯人は、ジョン・サミール・ザワーリーという23歳の青年で、3年前までサンタモニカカレッジに在学していた。射殺された遺体からは、父と兄を殺したことを後悔する内容の遺書が発見された。 事件解決までに犯人を含む6人が死亡し、少なくとも5人が負傷した。被害を受けた、サンタモニカカレッジの所属学生に対しては、心理カウンセリングなど、トラウマを抑止するための治療が行われた。またカリフォルニアで公務を予定していたバラク・オバマ、大統領の車列がサンタモニカを通過する予定であったが、事件を受けて、急遽、エアフォースワンでの移動に切り替えられた。 ありがとうございます。